どうも、長森大です。刀慎一郎です。今回はディカプリオ主演、スコセッシ監督の衝撃のミステリー、シャッターアイランドについてなんですけど、どんでん返しがすごかった映画ですよね。全体的に気味悪い雰囲気が映像からビンビン伝わるタイプでしたよね。とりあえず今作は完全にネタバレ厳禁ミステリーなんで、まだ見てないよって方は今すぐブラウザバックになります。じゃあまずざっくりあらすじから言いますと、連邦保安官の主人公、相棒とともに精神を病んだ犯罪者を隔離する島に、脱走した女患者の捜索のため赴くが、その島には実は秘密がって感じの話なんですけど、まあオチを一言でまとめてしまうと、捜索しに来たと思ってたら捜索してたって話ですよね。何ちょっとうまいこと言ってんの。いや、僕は趣味がラップなんで韻を踏むなんて浅め姉妹なんですよね。で、今回は映画冒頭にチラッと映る主人公を見ながらシーって口を閉じるように促すジェスチャーをする老婆についての僕の考察を話していきたいんですよ。あは、なんかいたね。本当にチラッと出る人ですよね。あんなワンシーンで考察とかあるの。僕個人的にはこの映画の恐怖があの場面に集約されてると思ったんですよね。はいはいはい。じゃあまずは作品全体の内容をまとめてみますと、島に出す脱走犯を捜査に来た保安官という設定は、実は主人公があまりにも辛すぎる現実から逃れるためにこさえた妄想で、主人公の正体は2年前からこの島に収監されていた患者でした。そんな主人公の犯した罪とは、重度の鬱を患い我が子を殺した妻を殺したことでした。そしてこの物語はロボトミー手術という最終手段を避けるため、主人公の主治医たちが画策した主人公の妄想に付き合ってあげる劇というものでした。最後、全てを去った主人公はモンスターとして生きるか全善人として死ぬかと言い残し、自らロボトミー手術を受けるため、今度は自分の意思でついた嘘をつく。ざっくり言うとこんな展開の作品ですよね。短くまとめるとなかなか気持ち悪い内容ですね。で、僕個人的に今作の中で最も衝撃的だったのが、妄想の世界をこしらえる度合いなんですよ。確かに極度のストレスや頭がおかしくなるほどのトラウマから逃れるために、無意識レベルで自分を納得させる嘘を作るという理屈は理解できますよ。ましては主人公の過去って、自分以外憎む相手が存在しないタイプのものじゃないですか。つまり怒りの吐き口をこしらえるというか、でっち上げることで自分の心を守ろうとしたって気持ちもなんとなく理解はできるんですけど、それってここまでのレベルに達するものなのかってのがマジで衝撃だったんですよ。はいはいはい。本当にそのまんまの感想ですけど、精神に異常をきたした人間の見てる世界をまるで主観カメラで追体験させてくれる映画といいますか、マジで作中どんどん自分の作った嘘の世界で追い詰められていく主人公の表情とか、本当にやばかったですよね。もう僕らが地球は丸いと思ってるレベルで、自分がおかしい可能性を考慮する余地なんて塵ほども存在してない雰囲気って言いますか。確かに落ち知ってから思い返してみると、危機迫る主人公の言動ってゾッとしますよね。で、主人公が深層心理の中でやっていたことをもう少し考えてみますと、自分が救ってあげられなかった妻が愛しの我が子を殺してしまい、さらにはそんな妻から救いを求められた主人公はもう妻を殺すしか選択肢が取れなかったという、自分が壊れてしまう想像を絶する体験に蓋をして封印してしまうため、自分が苦しんでいる理由、自分の置かれている状況に現実とは違う何か別の説明を、合理性を持たせて自分に説明する必要が主人公にはあったわけじゃないですか。で、この合理性って言葉が個人的にはキーワードなんですよ。ほう。確証バイアスという言葉があるんですが、ざっくり言うと自分の信じるものを支持する情報だけを集め、否定する情報は無視するみたいな意味でして、つまり主人公は妻を放火魔に殺され、その犯人がいる島に仕事で来たという創作設定の合理性を高める方向にしかもう世界が見られなくなってたんだろう、僕は思うんですよ。全部が自分にとって都合のいいように見えちゃうってことをきっちりと説明されると余計気持ち悪くなってきますね。んで、ここで冒頭のシーってやってた老婆の話につながるんですけど、あの演出って主人公の創作劇に付き合う治療法をバラしちゃいけないってことで、ごめんなさいね、あなたには本当のことは言えないのよ、うふふって、ちょっとお茶目なおばあちゃんの仕草だったわけじゃないですか。ああ、そうかそうか、そう言われれば確かにそういう意味ですよね。でも主人公の目にはここはヤバい秘密が隠されてる島だって風にしか見えないんですよね。だってこの島の秘密は国の人体実験施設だったっていうのが、主人公の創作劇に合理性を持たせる重要な要素ですもんね。で、僕はこの場面でのニヤついた老婆に怪訝そうな表情をする主人公がデレ怖かったんですよ。その目に映る全てを自分の妄想にとって都合のいい風に解釈し組み込んでしまう状態の怖さがデレ印象的に演出されてるワンシーンやと思ったんですよね。
はい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 。しかもこんなのが降り積もっていった先に待つのは自分以外の人間全員頭がおかしいって世界じゃないですか。それがこんなにもささやかな要素で構成されているってことを説明してくれてるんですけど、冷静に考えてめちゃくちゃ怖いですよね。もうこんな状況になっちゃったら自分でこしらえた閉じられた妄想世界から脱出不可能じゃないですか。確かにめちゃめちゃ怖いですけど、細かいところまで考えすぎて映画見てる大ちゃんも俺は時々やばいやつだと思うよ。あのね、確かにそれ言われると僕は映画の気になった要素を自分の感覚とつなげて話しすぎるとこあるもんで、今作の主人公みたいになっちゃう素養はあるかもしれないっすね。うわー、そうなったらマジで嫌だな。大ちゃんの妄想劇に付き合わされるとか、とんでもない設定の世界観になりそうだもん。逆にしんちゃんがこの主人公の状態になったら付き合うの楽そうやよね。だってどうせ基本的にコマンドとかの世界観やのしんちゃん。絶対そうだわ。大ちゃんちゃんと予習しておいてよ。じゃあ最後に一つだけ、僕今作のラストの主人公の決断って解釈分かれる系やと思ったんですよ。はいはいはい。素直に受け取るなら自分の犯した罪を認め、ある意味善人として自首した行動でもあると思うんですけど、自分には受け止めきれない過去から完全に逃れるための自殺にも取れる行動やと思うんですよね。確かに救いを持たせるのは困難すぎる状況の主人公でしたけど、これだとまるで一度こうなってしまった人間は救うことができないって風にも個人的には感じてしまって、なんかすっげー胸が痛くなる終わり方でしたってところで、じゃあお疲れっす。風の鈴が鳴らす夏の調べ、揺らす思い出いざなう過去へ、バッキザで土の香りの知らせ、セミしぐれ一人きりの日陰、フィールドパスイノースターズ。